こんにちはありがとうございます来てくださって今回もこんにちはおかえりなさいただいまこんにちはただいまです そうななんかなんとなく髪型変えたいなとは思ってたんだけど短くてねこれしかできなかったこれもちょっと外れそうでほら <laughs> こんにちは星がいっぱいだ。 こんにちは、フォローしてるので、通知きました。ああ、ありがとうございます。フォロー嬉しいな。そう、フォロー千人いって、いったんですよ。ああ、ありがとうございます。千人ってすごい。てんちゃん、お帰り、ただいまです。 あ着替えました。さすがに一日パジャマはちょっとあれかなと思って <laughs> メイクするのメイクどうしようとりあえず持ってきたんですけどメイク道具とかいや1,000人ありがたいパチ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 ありがとうございます劇団の稽古から帰ってきたのえっと舞台のは明日ですね 明日やっぱりちょっとセリフとかも全然覚えてないから行こうかなって思ってるんですけどでも多分途中で帰ってくるので4時5時ぐらいにはできると思いますできるはず出勤前に覗きに来ましたわあありがとうございますおめでとうわーありがとうございます ヤッホー,ーお昼ご飯食べましたか何食べたっけあカップラーメン食べた食べましたー普段はあんまりメイクしないそうですねしたいんですけどうーんなんか失敗しちゃうんですよね毎回多分このこの配信でメイクしても絶対失敗すると思うんです即落とすと思います あ、キタちゃんだるまいっぱいありがとうイエイイエイだるま得意料理食ったのか <laughs> そう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 お湯を入れて3分でできるからなできれば自己紹介をあそっかえっと、エンントリーナンバーナバ番の10ですえー、っと何言えばいいんだろう 17歳高校2年生の17歳で、えー、1 5 7センチで大阪出身で A 型ですそう趣味とか特技聞かれた時にちょっと詰まっちゃうのかなあ,あロストマンさんスノードームありがとうございます駒野さんもハートありがとうございます 休憩中やけど他の人いるから無音あそうなんやかきたちゃんあんぼうさんもハートありがとうございますてんちゃんめっちゃかわいいあらありがとうございます千人超えたねそうなんですよほんとに嬉しい千人超えるの目標だったからな んちゃんお疲れあ,ーありがとうございます皆さんもお疲れ様ですお仕事とかね <laughs> ハート100個突破わあぼうさんありがとう飲み会前です何時までかな何時までだろう5時次始めるのが7時からなんで どううしようまだ決めてない <laughs> 特技水飲むことじゃ <laughs> 水飲むことが特技こんにちはこんにちはバイトの用意しながら見てるなあーバイト頑張ってください点よ用に解明したほんとだ てんちゃきたてんてんてんってなってる続きが気になる持ってる星投げたうわあありがとうございます友達に推薦しといたよもう本当にありがたいありありがとうございます星投げ完了あーありがとうございますいいスペ 三浜美浜っていうのかなえどこだろう今日は髪束ねてるんだねあそうですね何かしらなんか変えた方がいいかなと思ってでもこれしかできなくてですねうん他なんかできそうなのありますわかろうねわかりたいでですすす、水飲みま特 <laughs> 特技です特技 水を飲むこと、うん。この2時間で星集めてきた。おお、星集め。また来たよ。ありがとうございます。触覚好き。触覚。触覚これかな。<laughs> 愛知をあ愛知にいるんだカウントしあカウント忘れてた <laughs> カウント調べなきゃいまだ分からないままですねこんにちはこんにちは美浜はマイうん SKE がライ,ライブする愛知県の海岸へえ 海岸で素敵だなぁ出た特技 <laughs> 水飲むのが特技って初耳ですよね買ったら愛知の学校に転校になるのかなえっと私あの通信制やんのであの問題ないです今のままで転校しなくても融通聞くので <laughs> 水飲むのが,のが特技って初,初耳だめっちゃかむな <laughs> メイクしてほしいメイクかメイクかどうしようここに鏡があるんですけどうんこうしてこうこうやる感じかこう。 ついでに星三周もググりましょう。ちょっとメモりますね。そのショールーム全然分かってないからな。 毎年8月に美浜海遊祭というライブを美浜海岸でやってますえー、素敵ですねメイクしたら変わるいやー変わらないかないや,やり方が間違ってるのも多分あると思うんですけどあんまり顔変わらないタイプだな多分髪型いい感じだよあ本当ですか <laughs> 50コメントしたらポイントで分かりやすく50まで数字打ったりしてるあーなるほどなんか50個コメントしたって自分はわかるのかわかるんですかこんにちはあーこんにちはかつさんなんでもちになってるね <laughs> こ,うこれですかねこれ最近買ったスケッチブックなんですけど なんかよくわからん絵もいっぱい描いてる <laughs> こ。こんにちはこんにちは。てんてん普通に横顔美人。本当ですか？横顔か。やった。車運転中につき音声だけ聞いてる。おお聞こえてますか？<laughs> お昼ぶり今来たよわーいらっしゃいませ。 いいらっしゃいませませ三浜のライブは楽しいけど酷暑でメンバーもファンも結構消耗するあーそうなんあーそっかー大変そう確かに SKE 入るまでメイクしてなかった子もいるから余裕あ本当ですかじゃああんまり焦らずにメイクしたら入ると思うよ 本当ですかそう眉毛を整えたいんだよな結構ボサボサだから気になる眉毛整えたらだいぶ垢抜けるのかなデンちゃんランキング気にしないでグイグイしてないのも魅力よねあ本当ですかでもなんか ランキング順でなんかオーディション決まるんだったらだいぶ気にしてたと思いますあんまりなんか直接的に関係あるわけではないみたいな感じみたいなんで参考程度みたいな <laughs> STU メンバーはショールームのシステムを把握しあでも把握してないとダメだ <laughs> また猫いるんだね <laughs> お母さんの猫ですね 美浜海遊祭は東海テレビの企画だからあるとは限らないあそうなんですね今年はやったのかな合格決まったら即引っ越しするのかなあそうですね引っ越しですね一人暮らしがなとりあえず不安だないやまだまだ受かってないんですけど受かったらフォローしたよあありがとうございます けんちゃん目だけで人を落とせそう本当ですか <laughs> メイクしなくてもお、可愛い,いからいいねあ、本当ですかメイクした自分の顔ちょっと見慣れない感じがする あんま変わんないけどそれでもショールームランキング上なことに越したことはないと思う確かにそれはいやでもなんかもう十,十分ですよ本当になんかもう可愛い子ばっかりだしさなんかそれぞれ個性とかあってその中で12位か今12位 に慣れてることがもう奇跡ランキング関係ないから魅力発信重視でいいと思う今とにかく楽しいなって思っててしょ自分今一人暮らしで大変あやっぱり大変なんですねえ一番大変なのって何ですか一人暮らしの方ご飯 ちょっと <laughs> お母さんがお母さんが通ってちょっと緊張してしまったえっとあありがとうございます天ちゃん他の子のショールーム見たあ見ました見ましたちょくちょく見てます確かに今回のオーディション可愛い受験生が多くて驚いてる本当に多いですよねうん二次審査の時点でも 無理と思,思いましたもん掃除料理洗濯お掃除意外に洗濯へえ掃除洗濯ご飯じゃないのか掃除かなあと体調崩した時あっ当だ体調崩した時すごい大変そうですね 本当に素朴で素晴らしい素朴って字を引いた <laughs> それも引いてなかったさっき本読み始めちゃって洗濯と掃除えー、でもやっぱ食事だと思うんですけど違うのかてんてんママこんにちは <laughs> なんだその顔は 洗濯しないと着るものなくなるよそれは困るご飯は大変ご飯は外食で人任せにできるからあそうかご飯は最悪買えるけど洗濯はできん確かに洗濯は誰かが変わってくれるわけでもないしな。 自分でやらなきゃダメなんだなぁ外食でなんとかなるのかねお水飲みます ご飯って意外と安く買えばどうにかなるけど他は自分しかあーそっか、うん、栄養の偏りとか考えなかったら普通に生きていくための最低限のご飯は買えば何とかなるからね確かに <laughs> <laughs> 一回洗濯機壊れた時あって大変だったうわー大変だ服とかどうするんだ 洗濯は3か月に1回がちょうどいいという先輩もいるからめっちゃ服持ってるじゃないですか48グループは私服で握手会多いから大変えあそうなんですねなんか衣装とか着るんじゃないんだ外食が多くなるとその分栄養バランスとかは大変あーあとお金の面もちょっと大変そうですねてんちゃんこんにちはこんにちはラッキーキャップさん こんにちは紫色好きなの紫…あ、水筒かな結構好きです薄い感じのラベンダーっぽい紫が好きですご飯炊けたらなんとかなるよああそっかそっかご飯さえあればご飯と卵さえあれば <laughs> そっか惣菜 カップラーメンとか炊飯器と米だけ用意すれば惣菜買えばどうにかなる <laughs> 生きてはいけますよねきた <laughs> ちゃんスノードーム10個ありがとうかわいいなスノードーム嫌いな食べ物とかある嫌いな食べ物さっき言ったけどマヨネーズが無理だな食べ物なのかな マヨネーズがかかった食べ物が無理だなうんあと前言ったミントチョコミントもうチョコミントは結構なんかめっちゃ好きな人が多いからあんま敵に回してダメだ <laughs> 毎日卵かけご飯か <laughs> いやなんか卵はなんか焼いたりできるじゃないですかそのままでも食べれるしうん コインランドリーの生活しててお金もったいなかった。あーコインランドリー。なるほど。高そう。大変そう。ご飯と卵って卵かけご飯好きなの卵かけご飯はちょっと怖い。生の卵ちょっと怖い。 フル外食は油と糖分と塩分が鬼だから要注意あーそうかやっぱ体にちょっとねマヨネーズは飲み物です <laughs> 焼きそばにマヨネーズかけないんだかけないねかけないですワイムチョコミント苦手お仲間だ野菜とかは大丈夫野菜かそうだな野菜は大丈夫かも マヨネーズは卵からできてるんじゃああでもなんか酸っぱい酸っぱいのは別に嫌いじゃないなんだろうえでもここ最近口にしてないからもしかしたら久しぶりに食べたら好きかもしれない牛乳買っておけば栄養も OK あいいね牛乳牛乳毎朝飲めばいいんだよ だし巻き卵作ろうあおいしいなんかだし入れると結構おいしくなる卵,、ま、卵かけご飯焼き夜作ってみるわおお作ってみてくださいでもそのまま卵かけご飯何も入れずに焼いたら本当に味しないと思う <laughs> なんかトッピングというか 混ぜてから焼くんやと思う正しくはでも一人暮らしだと外食に頼りがちあー一人暮らし一人分自分のための分だけ作るのって面倒くさいですもんね最近コンビニ結構栄養考えたものもあるからなんとかなるよあーすごいなーコンビニすごい。 下手したら、なんか手作りより美味しかったりするから、ね、あ、ねぽさんアイスありがとうございますスカインラシックにもくもく農場って野菜食べ放題のレストランえ、野菜食べ放題あ、おはぎさんだるまありがとうございますいっぱいだるまくれた 入れたりとか、味付けはするって、あ、そうですね、その方がいい。それとだけ参上、ではまた、ではまた。<laughs> 作り置きで冷凍ストック。なんかどれだけ持つかとかの感覚もあんまり備わってないから。いや、でも、そうしたいですね。<laughs> 自炊は連続してやらないと、いろいろ腐っちゃうからな。ああ、なるほど。 思うんですけどその料理本見てなんか玉ねぎ半分いるとしても玉ねぎが3個ぐらい一緒に売ってるやつ買って半分使ってその残りのやつどうやって使うかってすごい分かんなくてそういうなんか技がないと1人暮らしでできないのかなって思っちゃう。 一人暮らししてると夜食しがちで体型気にしないといけないよああなるほど確かに夜食ばっかりになりそう毎度また来たよおーこんばんはこ,こんにちはこんばんは最終的にケチャップかけて終わりそうだけどケチャップ合うかなケチャップは何でも合うか 夏場は確かにすぐ腐っちゃいそうご飯冷凍とか結構すごい美味しさなくなるへえやっぱ炊きたてが美味しいですしね順位にランクアップしてるねあ本ほんとだやったー皆さんありがとうございますコンビニあれば一人暮らしは優裕さコンビニはやっぱ強い味方だな 同じ食材で何,何品か何品何品か作れないと一人暮らしの自炊は高くつく <laughs> 絶対そうですよねなんかだからそう同じ材料でうん1個しか作れないから <laughs> 生きていくための力が足りない <laughs> 玉ねぎはみじん切りにして冷凍とかいろいろアイデアあるみたいよ あ勉強しなきゃですねコンビニよりスーパー通った方が経済的あ、まあ確かにお惣菜とか買うのかなあ西岡さんバラありがとうございます10個水飲みます ちょっと減ってきたその昼に配信した時のままなんで補充してないんでね <laughs> これから草野球なんで離脱あら来てくれてありがとうございました仕事で出るお弁当大事にしようそうですねどれぐらい出るんだろう そうなんですね豚肉だってもう焼いたら美味しく食べれますしね軽く味付けしたり冷凍すると消費期限はリセットされると言っていた先輩メンバーいたりして冷凍すると消費期限リセット <laughs> 強いあ熊野さんハートありがとうございます SKE は公園前のケータリングがバイキング形式で美味しいの有名だよあなんか見たいですね水を飲む時何を見ているのかが気になるそっちに時計とあの水彩絵の具があって <laughs> なんか見ちゃうんですよね大阪で握手会中おお行ってるんですか今日今日でしたっけ今日あるみたいですね んちゃんと早く握手したいなうんしたい握手会してみたい豚肉は栄養面でもいいねあそうなんだ豚肉だとインスタントの味噌汁入れれば豚汁へー豚肉便利だなフォロワー1000超えたじゃんおめああありがとうございます そう1,000人超えましたありがたいよ本当に水彩画デッサンが命みたいなとこあるですあそうなんですかデッサンダメダメなんですけどね <laughs> なんだこれってなっちゃう17歳ななかなか動画そうなんですかね うーんなんか大学生に間違えられる時と小学生に間違えられる時と中学生に間違えられる時と <laughs> なんなんなんでしょう年齢不詳感があるのかな <laughs> 冷凍でリセットは新井荒井優輝ちゃんだね優輝さんに可愛がってもらうように頼んどくね <laughs> 冷凍でリセット。 豚汁派なのね、豚汁あ豚汁なのかいや私が普通に間違ってただけかもしれないです豚汁って言わないかななんかスポーツするうんースポーツかなんかするのは好きなんですけど体育の時間とか普通に好きだしうんーでもダメですね苦手ですねスケートは好きです 動画を押せるあら本当ですか大学生立つとスタイルいいのかな多分髪色とかで判断されたのかな <laughs> で前配信の時は言われましたね年 <laughs> 取らなそう年 <laughs> 取らなそうですか夢がある 確かかに年齢不詳だねあ,あそうですかいや豚汁派と豚汁派がいるのでへえ豚汁派豚汁派かもしれない <laughs> 関東のこの辺は豚汁へえ水泳得意そうな顔水泳か水泳でも結構泳ぎます多分 50m ぐらいは泳ぎます 服装とかで変わるタイプかな。変わるのかな。<laughs> イラストが得意そう。イラストを前描きました。でしょ。イラストイラスト。ほら。<laughs> <laughs> ゆきちゃん。 ゆ,ゆうきさんじゃないゆきちゃんは京都出身で今度初選抜に入った子だよへえそうなんだ古川愛,愛理ちゃん似てるって言われたことないえそれはないかもしれない髪結んでもか愛いあありがとうございます名古屋の豚汁は赤いよへえ赤い赤いんだ 九十番とか書いて、グッズがありそう <laughs>。本当ですか。<laughs> でも、グッズとか、たまに自分で作ったりします。缶バッジとか。よいしょ。お、いいね、イラスト。イラストなんか描こうかな。 赤丸の日本地図がもう一度見たいですいや、どう見ても日本地図 <laughs> あ、自分も古川愛理さんの雰囲気あると思う読み方合ってるかな間違ってたらごめんなさい本当に雰囲気へぇ日本地図 気に入ってるのはピカチュウかな <laughs> そう四国四国めっちゃ言われるんだけど <laughs> 四国あのこの辺にあるんですよえ四国中国どっちだっけ四国こっちかここら辺にあるんですよあるんですちゃんと忘れてないですよ ポケモン好きポケモン全然知らないんですよね多分これはリクエストされて書いたピカチュウかな、うん、でもなんかスイッチで出たじゃないですかポケモン確か あれちょっと欲しいんですよね私もポケモンデビューしたいなってプーさんの残念感プーさんこれか蜂 <laughs> 蜜かよだれが垂れてるんですよ STU が涙目 <laughs> 瀬戸内海を描くのを忘れてしまって、ね、どんな感じだったかな 陸続きの四国があるという謎理論 <laughs> いやいやまあ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 ラカムーさんスノードーム二つありがとうございます名前教えてくださいえっとエントリーナンバー十番のテンです一通り見たけど小説読む候補生はここだけおお。 こだけししか確認でできませんでした小説読むと本読むのが好きな人があんまりいないってことかな好きな作家さんの名前中村中村なんちゃらさんでした中村こうさんかなポケモンデビューとしていい作品だよそうなんですね 愛媛出身の俺も涙目まあ泣かないで <laughs> ちゃんとあるんです絵しりとりして何の絵でしょうみたいなことやってる子いたよはあなるほど一人絵しりとりでそう本州と四国がそう仲良く合体してるだけそそれなんですよ そう平和を祈ってるんで、それが絵に出ちゃったのあ。あそうですそうです。中村こう,こうさんだったか。うもうわかんない読み方がそれ。こんにちはやっぱ気になるねあ。あありがとうございます。こんにちは。遅れたけど来た。音ないけどあ音ないんだ。 裏,裏ピって、うん、めっちゃ裏ピ好きですよね <laughs> 24番じゃあミステリー好きで東野敬語読むって言ってたへえミステリーかミステリー読める人って頭いいと思うんですよ私分かんなくなっちゃうあっちさんだるまいっぱいありがとうございます なんか犯人とか推理しながらあの読む人いるじゃないですかもう私できないそんなのただ読み進めてもう流れに任せるだけその人の出身大学一緒だからよくあ言っちゃっていいんですかそれ <laughs> そうなんですかおーあーそう。 さん行ったら真っ先に中村さんのとこ「なな」を探しますね結構裏ピースしてるよね結構リクエストされる <laughs> 裏ピースなんか意味あるのかな あ、ごまのさんハートありがとうございますえ、どうしよう今日とりあえず今回何時まで何時までやろう推薦コメント読んでもらえたら嬉しいもう推薦コメントそう推薦コメント本当にありがとうございます めっちゃ、もう、もう、嬉しさが爆発。毎日のように読み返してますからね。うん、<laughs> 指紋隠すために裏ピースしかしなかった時期。え指紋。指紋わかるの。<laughs> 初めまして、初見です。あ、シュウマイさん。初めまして。えっと、エントリーナンバー十番のてんと申します。 よろしくお願いします。<laughs> 歌って。歌ってか。歌うー、うん。うん。歌いたいな。もうちょっと人来たら歌おうかしら。あ、夜のピクニック読んだことあります。 ま、結構前だからちょっと忘れちゃったな配信期間終わると推薦コメント読めなくなるからスクショしといたしとくといいよあそうなんですねあそっかそっか一応なんかもらってるアカウントだしなスクショしときます推薦コメント編集しとくねあらいやほんとにありがとうございます 押し投げ考えると間は2時間空けてほしいかな2時間えー、っと5時までかじゃあ5時までやりますねあれも読んだことあるあれ結構なんかおすすめの本みたいながあったら結構入ってること多いですよね高校生が長期療歩くやつそうそうそうです あれ本当にあるイベントなんですかね <laughs> また来るねう <laughs> んありがとうございます <laughs> もし合格したらこのアカウントそのまま使えるはずえっそうなんですかずっとなのかなずっとではないか <laughs> 水を飲みます 映画にもなってる,、ね、え嘘映画なってるんだそろそろ来客あるのでこの辺であら来てくれてありがとうございました裏ピーススクショできなかった 夜のピクニックは青春小説で有名だね映画化もしてたおおさすが特技 <laughs> お水かな <laughs> 映画とか見ないの見ます見ますでもなんか昔のやつを DVD 借りて家で見るっていうのはあんまりしないかもしれないなんかアマゾンプライムにあるやつをちょこちょこ見たり映画館でやってるのを 気にになったのをたまに見たのま見り映画館は割と行ってる気がするお母さんも映画好きなんで二人でよく映画館に行きます皆さん家で見る派ですか映画館で見る派ですか <laughs> 好きなジブリ作品ある思い出の前にいかな でもジフリーあんまり見たことなくてこれから見たいなマーニーもんって金曜ロードショーでやってたから見たぐらいだし最近何を見たの最近何見たかな最近あんま行ってないかもあの子の取り込みに行きました「ボヘミアン・ラプソッティ」は見た見てないな 見てないですね。見たのかな。映画館派。あ,あ、今日は映画の日か、映画の日。そうなんですか。映画館、両方で見るよ。最近は D. V. D. レンタルが多いかな。うん,ん,ん、うん、うん。まあ、D. V. D. レンタルしてきて。家でなんかゴロゴロしながら友達と見るのとか楽しいですよね。 安い日とかに行ったりするねあーそうかそうか毎月1日が映画の日あーそうなんですね映画今気になるやつあったかな毎月1日は映画安く見れるはずあそうなんですね洋画見ますかいや割と邦画ばっかりですね洋画 憧れるんですけど洋画かそう憧れるけどなんとなくなんかこう合わない感じがするパンダ好きならクイーンのあの映画見た方がいいかあなんかあった気がする映画アイドル見てほしいなあー見たい 受かったら見たいんですけどそれ,それまでやってるかっていう映画かあじゃあ,あの吹き替え派か字幕派かどっちですか <laughs> 気になるどっちの方が多いんだろう洋画は 45分頭良さそうだから映画見たらな長いブログ書けそういやー感想を言うのめっちゃ下手くそなんですよね私インド映画見るという絶対ハマらないけど <laughs> 見るといいよってなんで言ったの字幕は字幕字幕,字幕え字幕をえ字幕を 嘘ショールームにアンケート機能あるよあっんかアンケート取ってる人がいたなと投票かちょっとやってみたさあるけどな字幕派字幕字幕かあ源ちゃん源ちゃん ゲンちゃん <laughs> こんばんは字幕で見ておおってなったら英語でもう一回見るすごいプリズンブレイクだけは絶対に吹き替えはあそういうのもあるか全部が全部字幕がいいとかそういうわけではないか、うん、俳優さんの声のトーンとかも含めての映画というか演技だからねあ確かに 私は一時期字幕で見ることに憧れててあの映画字幕で見てますって言いたいがために字幕で見てた時期があったんですけどもう目で追えないので映像と字を一緒に吹き替えかなあと少しで一桁だねお あ本ほんとだ一桁すごいプー見なかったあープーはちょっと見たかったんですよね SKE メンバーは圧倒的に吹き替え派が多いよあそうなんだ DVD とか吹き替えで見てあ確かに吹き替えで見るときと字幕で見るときあるな映画によってユナナは 4DX 大好きだよあそうなんですね 4DX X だって酔いそうじゃないですかあれ酔わないの <laughs> 俳優によっては吹き替えもしっくりくることあるあー確かになんか近くの映画館で 字幕しかやっててなくて遠くの映画館行ったらなんか好きな声優さんが吹き替えしてるっていう時があって遠くまで吹き替えを見に行きましたね <laughs> 映画はアニメか恋愛系しか見ないあでも大体一緒かも私とあ背番号12さんハートありがとうございますいっぱい割と酔わないよあ本当ですか あれは 3D もあって匂いもあってみたいな感じだったっけ <laughs> メガネにミストがかかるのがちょっと困るあ 4DX なー気になるんだけどちょっと怖いポップコーン食べられないじゃないですかあれ多分バ,バーンってなりますよね 聞き換えが微微妙妙だと作品自体なな感じになるのが残念あーなるほどやっぱ演技重要ですね声優声優さん重要アクションあると席が動くあーいやちょっと楽しそうだけどなー私 3D で酔っちゃうのでもうすでに。 椅子入れたり風出てくる <laughs> バンバンのとこかわいかったんだろう恋愛もの,のおすすめは映画映画かえな何だろう なんだろうなぁあい見た後にめっちゃ好きってなったのは <laughs>「昼顔」の映画 <laughs> 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 そうなんか「昼顔」一人で見に行ってすごいいじられたんですよえ一人で昼顔行くのみたいな「天ちゃんも演技勉強してるんだよね」あそうですね勉強 なんかそんな、全然うまくないんですけど。あ、けんぼうさん、くまちゃんありがとうございます。くま。飛行機乗ったことあるあ,ありますあります。ダメだった、怖かった。昼顔 <laughs>。昼顔ですね。すごい衝撃だった。 昼がか年齢の割に <laughs> ドラマから好きだったんですよね <laughs> ドラマは見てたの見てました見てました映画も良かった <laughs> もう51分か。 <laughs> ーちゃん大人ぶるねいいと思う <laughs> やったやった大人ぶるねいや本当によかったんですよ昼顔がパッと浮かんだのがそれだったうん飛行機でどこに行ったのと北海道とか行きましたねうん <laughs> 52分。 え、sjk?js じゃなくて s、s, sjk って何ですかあ、セカンド、セカンド jk かな ?js じゃなくて <laughs>。すいません。こんな顔で。やはく、はじめまして、はじめまして。来てくださってありがとうございます。<laughs> 海外行ったことある海外はないですね。行ってみたいけど飛行機ダメなんで、本当に。 え、でも SKE もし入れたら飛行機乗る機会あるんですかねもしかして。んん <coughs> てんちゃんには SKE の舞台も見てほしいな。あ、舞台もやってはるのか。すごい。ロストマンさん、ハートいっぱいありがとうございます。若く見えることはいいことだよ。そうですね。ポジティブに受け取ろう。うん <coughs>。9位になった。おお、9位 やったー一桁憧れの一桁すごいぞいやーありがとうございます <laughs> 映像倉庫ってアプリ入れると SKE のコンサートは映画見れるとおすすめだよへえ映像倉庫あでも前も聞いた気がする自分も飛行機苦手飛行機怖いですよね落ちたらって思うと怖いしなんか G, G が G が8位も目前8位1755ポイントへえすごいたまに出る関西弁いいね <laughs> やった関西人でよかった大阪から名古屋まで飛行機がいや大阪から名古屋だったら新幹線で許してもらえないかな どけた突入ややったーいい感じのこうあこんばんはじ G、じっていうけなんかこう圧が圧がすごいこのままいけばかみあ頑張ろう今日夜も配信するんでね 夜はメイクやろうかな G って黒くてカサカサ動くやつ黒くてカサカサ動かない方の G だな <laughs> 基本色は新幹線だねあ、よかったこんにちはこんにちはみなみさん グラビティだから G だね GG で合ってたメイク配信も楽しみいや本当に何も変わらないんですよ <laughs> ただただ苦戦しながらやってる様をちょっと皆さんに見届けてもらおうと思いますはいお,お母さんからビュ,ビューラー をくすねてきたので、さっきお母さんがめっちゃ怒ってました。怖ー。<laughs> 化粧してすごい変わったら、それはそれで怖い <laughs>。そうか <laughs>。 あとはメイク配信かできればしたいけどどうだろう多分するかな東北や九州や四国の時は飛行機移動だったからへえゃ本当に飛行機ダメなんだよな新幹線苦手って前言ったんですけど新幹線より全然苦手お母さんにメイク教わったうんなんかお母さんもメイクあんまり得意じゃないみたいな ここんばんんんばばはは初めて来まましたあーこんばんはありがとうございますでももう終わっちゃうんですよねまた7時からやるのでよければお父さんお母さん若いのいや若くないですね <laughs> 僕は大阪行く時はアーバンライナーアーバンライナーへー2時間かかるけどちょっと安いあそうなんですねママさん激横やで激横ですね怖わ ジェットコースター乗れる乗れないんですよ。なんかミニジェットコースターみたいなのは乗れますよ。多分。48は新幹線移動多いから慣れないとね。ああ、新幹線移動か。そうですね。新幹線はちょっとテンション上がるからいいんですけど、飛行機が本当に顔死ぬと思います。せ精神が死ぬ。高所恐怖症。いや。 本書は大丈夫なんですけどなんだろうななんか飛行機逃げられないじゃないですか飛行機ってそういう状況がちょっと苦手でテロップ今回なかったねあ、本当だ書いてなかった次は過去う8位なったよありがとうございます8あ、もう58分じゃんちょっと、じゃあランキング言おうかな えっとランキングです、えー、13位がぬっしーさん12位がなん,なんて読むんだろうあきら違うなんか決勝の賞なんて読むんだろうすいません11位が裕たさんで、えー、10, 10位がらーさん9位がくやたかさん8位がにゃんちさん7位がきたちゃん 六位がグリグリさん、五位が、あ、これもなんて読むんだろう、な何語だろうこれ。すいません、めっちゃごめんなさい。四位がヤコビさん、三位がノボルンさん、二位がおはぎさん、一、えー、位がケンボウさんです。拍手。いいしょ。いやー。 本当にありがとうございます <laughs> コメントを読んでいます今次の配信で神様あーでも多分これの間にまたやる人がいらっしゃるからなきっと頑張りましょう頑張りましょう頑張ります 読んでくれてありがとう。いやー、こちらこそありがとうございます。配信ありがとね。夜来れないからまた明日。あっ、また明日。ありがとうございます。5位の方、蛍さん。5位、5位。蛍さん。蛍さん、蛍さん、蛍さん。5位は蛍さんでした。うん また来るね。あありがとうございます。夜また頑張ります。では、切りますね。ありがとうございました。